過去には私も苦しむ人々を助けようと手を差し伸べた時代があった。だがそれは初めだけ。こうはだかに自分たちの権利を主張するようになり、人々は愚かに過ぎず、分け合いないと奪い合う、奪い合えば足りなくなる。カロスの、いや全世界の目が見荒れしているに注がれ、明日にはナニモカもよくなる。ハリマロンもアランがメガ進化エネルギーを集めてくれたおかげだ。 見たまえ、見苦しいものがどんどん消えていく美しいではないか。これが私の求めていた平和なのだよ。己の思いを成し遂げたければ最強である。悪用すれば悪用するものが出てくる。これは人類の歴史の必然だ。己の思いを成し遂げたければ最強である。 この者はフラダリ様の。君は何を守るの？今日よりも悪くなる明日か。この世界に明日は来ない。日が昇れば新しい世界になっているのだ。終わるということはこんなにも美しい、まさしく平和への第一歩だ。 マノンのためという君の純粋な願いは実尊いものだ。あんな純粋な男の子捕まえていけないと。何も嘘は言っていない。大切なものを守るために。大切なものとは。マノン様はフラダリ様からお連れするようにこの使っています。ああ、守るのは 選ばれたもののみだ。なら君のおかげだよ。今ある世界が壊れ去った時、君たちは選ばれし人類のしるべとなるのだ。やめてください大将。誰かを守るための最強を俺が証明してみせる。あなたに勝って。 残念だよ。仕方ない。この愚か者は全て消えてなくなる。世界というこのシステムはどこかで歯車が狂ってしまう。だから私はそれを壊し修正しようというのだ。 ギャラドス、焼き尽くせ。私は彼らの先を見たいと思った。話にならんな。破壊光線、オランテ捕まえろ。その逃走本能を解放するとき、 ポケモンは新たな力を手にする。随分偉そうなことを言ってたな。この程度か。さあこれで終わりだ。破壊光線。愚かな人間。では私にはこれにて。何かあればお呼びくださいませ。あの月光魔のトレーナー、 ポケモンと人との新たな可能性だ。来るべき世界を導くしるべになったろうね。秩序の乱れたこの世界をリセットし、美しい世界を作り上げるのだ。私のユートピアを作るための、この世界の醜い部分を知らないお前に。 嫌いになろうが何だろう、お前の勝手で俺たちの世界を壊すな。
彼らを信じて未来を託しては誠にもって甘すぎる。そんなことは私だってとうの昔に考えてきたのだ。破壊のカウントダウンは止められない。 お前たちはどこまで私を楽しませてくれるんだ。こんなことで私の望みはついえない。私が世界を変えるのだ。私が声を上げなければこの世界は歪んでいくばかりだ。 出てきた貴様に何を守ることができる？資格などない。この際限なき欲望がエルワを乱していく様に何も感じなかったのか。